日本語コンテペイ日本語コンテペイ,テペイ子供の声で言ってます日本語コンテペイの時間ですねこんな声じゃない子供は今日は、えー、僕の誕生日についてはい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 もう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 。あのー、皆さんおはようございます日本語コンテペイの時間ですねあののりこさんとのポッドキャストでも言ったし えビギナーポッドキャストでも言ったしえまたお前の誕生日の話かと言われてしまえばまあまあまた僕の誕生日の話ですけどまあ42歳ですねはい42歳あの悪くない,ねはい悪くない誕生日ですあのあっという間ですね本当にもうあのついこの前 ついこの前、41歳の誕生日があった気がするんですけど、あっという間に1年が経ってしまった。はい。1年前は覚えてますよね。なんか、あの、そうそう、ある生徒さんにも言われたんですけど、まあまあ、僕だけじゃなくてね、生徒さんたちとか、その皆さん覚えてるでしょあの、僕は、ポッドキャストでいつもそういう話をするから、あの、1年前は、 あのー、昼はインドカレーを食べて、えー、夜は寿司、えー、夕方ですねまず、えー、と昼インドカレー夕方にケーキを食べてで夜は寿司を食べてみたいなあのー、誕生日を過ごしていたらしいですね、まあ、記録に残ってますからねポッドキャストに1年前のポッドキャストを聞けばそんなことを言ってるんだと思います、えー、今年はね まあ予定としては似て、似てますね。同じようなもの。えー、昼はね、まあ、多分軽く食べるかな。一年前は、昼インドカレーで夜寿司でしょしかもケーキも食べて。ちょっと今ね、うん、42歳になって、そこまでは、あの、食べられない <laughs>。なんか、一年前に比べても、 あのちょっと食欲はそんなに増えてないむしやっぱり減ってますよねどちらかといえば今日昼は軽く食べたいな昼は軽くそばか何か食べて、えー、夜はあの寿司と思います、えー、そしてケーキを食べるかなはいどんなケーキを食べるかは考えてません なんかね、あのー、僕にとって贅沢なことはあのー、なんか計画しなくていいっていうことはちょっと贅沢ですよね。はいあのー、例えばいろいろな場所とか予約をしないといけないしいろいろなレストラン例えばレストランとか、まあ、今日は金曜日の夜ですからね。 え簡単なファミリーレストランみたいなとこでさえ予約をしないとあのー、なんか待たなきゃいけないとかねあのー、そういう時ですよね金曜日の夜まあまあ全ての場所じゃないけど結構ね混むんですよ金曜日の夜はやっぱりえー、まあまあ子供と一緒だからねなんかおしゃれなレストランとか行けないんですよねはいちょっとそれは残念な ことですね、なんかこうまあ奥さんと2人で行けるようなちょっとこう特別なレストランとかは子供とはちょっと難しいかなまあお店によってはちょっと小さいお子様はお断りさせていただきますみたいなまあそういう店もあるし。 まあそういうことを言わなくても、そもそも僕の子供に食べられないものばかりですよね。結構あの高級な、例えば高級な寿司屋とかは、まあ基本的には寿司しかないんですよね。えー、僕の子供は生の魚は食べられないから、あの好きじゃないからね。あのアレルギーとかじゃないですけど、た生の魚をまだ食べないから、ちょっと難しいですよね。えー、そして僕が好きなうなぎとかも子供は好きじゃないし、 えー、まああとそうですねどういう店があるかな、まあ、ちょっとフランス料理みたいなところも僕の子供はまだそういう食べ物あのなんかトリュフとかキャビアとかフォアグラとか全然興味ないっていうかあの食べられないですよね。まあ、僕僕ももそうでしたよね僕も小さい時はなんか うどんしかもあのグルメバーガーじゃなくてマクドナルドとかそういうハンバーガーしか美味しく思えなかったですよねなんか大きいあのグルメバーガーとかうーなんかなんか気持ち悪いみたいなねマクドナルドのバーガーは美味しいみたいなまあそういう感じですよ子供だから。 かといって僕の誕生日にマクドナルドはちょっとあまりに寂しいのでまあ多分回転寿司とかかなはいまあそしてその後に例えばケーキ屋に行って好きなケーキを選ぶね今食べたいケーキを選ぶこれは結構贅沢ですね今食べたい俺は今何が食べたいか 分かりませんだから分からない本当にどんなケーキを食べるか分かりませんでまあ何するかなあの最近ね結構そういうまあ誕生日とかまあそういう特別な日は家族3人で僕と奥さんと子供で写真を撮ります、ね、でもちろん携帯電話で写真を撮るしあとあのプリクラですねプリクラ あの日本に来たことがある人は、まあ、みんな知ってると思いますけどあのゲームセンターとかに、えー、なんかこう写真を撮るブースがあってそこにあの、まあ、高校生とか女子高生、ね、とか、まあ、中学生高校生大学生ぐらいの若い、まあ、ほとんど女の子たち。 男の子グループもたまにいるけどほとんど女の子たちがあの写真を撮ってます。えー、シールねステッカーになってなんか <laughs> まあ面白いんですよ経験としては、はい。僕の奥さんは最初ねそれなんか変だ気持ち悪いとか言ってたけどなんか大好きになっちゃってあのよく撮ってましたね一緒に。 あと子供ができて、まあ、日本に来てあの何回か撮ってますね今まで3回4回ぐらいあの誕生日とかあのいいんですよ本当にあのにんか写真を撮ることも楽しいしでやっぱり思い出になりますよねでその,あのプリクラを、まあ、一応ステッカーなんですけどいろんなところに貼ったりはしないですね貼ったりはせず あれステッカーじゃないのかな今はちょっと分かりませんもしかしたらステッカーじゃないかもしれないただの写真かもしれないまあとにかく、えー、プリントアウトされて、えー、ものとしてねあの形に残るとやっぱりこう携帯電話の中であの,、まあ、あのスクリーンで見るよりもな,なんかいいですよねはいだからあの プリクラを取るかなプレゼントは自分にあの靴を買いましたえー、<laughs> まあ靴を買ったのはたまたまですけどねえー、1週間前に、あのー、スニーカーをオーダーしたんですねまあ理由は前履いてたスニーカーまあ今履いているスニーカーがちょっと汚すぎてちょっとそろそろ変えた方がいいかなと思って。 えー、新しいスニーカーをオーダーしたんですけどゴールデンウィークだったんでなんか時間がかかるらしく、えー、選,べ選べた日が僕の誕生日ねえー、今日5月12日の朝なんですがななだったんで、えー、そろそろ多分届くと思います、ね、自,分自分への誕生日プレゼント。 まあ、あの、他に欲しいものないあの。基本的に欲しいものがもう、あんまりないでしょ。欲しいものってちょっと難しいですよね。自分で買えるし、必要なものはあの、その時に買うでしょ。えー、まあ、例えば、まあ僕が持っているもの、この、このマイクとか、携帯電話とか、あの必要な時に買いますよね。 だから今必要なものって本当にないんですね。まあ、たまたま靴が欲しかったんでまあ、いいタイミングでした。でも他にまあ、奥さんとかにね何が欲しいとか言われるけどちょっとねあのまあ、いらないものが増えてもやっぱりちょっとね、えーまあ、意味がないのでまあ、あの僕は奥さんにいつもいや僕は何も本当にいらない からあのいい時間だけを過ごしたいい、ね、いい時間だけを過ごしたいからあの一緒に晩ご飯食べてケーキ食べて散歩して、まあ、ゲームセンターでプリクラ撮ってあのそれで十分ですもう十分ですよそれはすごい楽しい時間だからあの、まあ、そ,れそれが僕にとってはあの自分が好きな誕生日の過ごし方ですね。 日本ではあの誕生日はあの大きいいパーーティーとかあまりしないですね。えー、例えばアメリカ人の生徒さんとかがちょっとこう、まあ、友達の誕生日パーティーですとか、えー、そういうことを言うことがありますよねでも日本では結構珍しいと思います友達の誕生日パーティーをわざわざすることは本当に珍しいと思う僕は大学生の時も誕生日パーティーみたいのはしなかったですね たまたままあ,あの居酒屋とかに行って、あ,あ今日はね。あの友達の誕生日、ね。じゃあおめでとう、ね！で、なんかちょっとこう。お酒を奢ったりとか。多分そんな感じのあの簡単なカジュアルなまあ、パーティーじゃないですね。あのまあ、パーティーパーティーじゃないですね。うんなんかおめでとう。ってもちろん言うけど。 そのまあ、なんかケーキを買ったりとかは大人はあんまりしないですね。普通は家族で。まあ、例えば子供とかがいたら、あの家族でまあ、誕生日パーティーをする人は多いですけど、まあ、パーティーっていうか？まあ、誕生日の夕食って感じですね。はい、子供の場合は違いますよね。子供の場合はもちろん。 あのプレゼントを買ったり、まあ、あの名前を書いた <laughs> バースデーケーキあの買ったりとか、まあ、そういうのはするんですけど僕も1年前の誕生日誕生日の時は自分の自分の名前じゃないな,なんか「パピ誕生日おめでとう」みたいなそんな、えー、自分であの「パピでお願いします」と言って自分で取りに行って恥ずかしかった思い出がありますけどそうですね あの今年はそれはしないかな3人家族なんで大きいケーキはちょっと多すぎるでまあ確かに次の日にね残りのケーキを食べるとか悪くないですけど、まあ、ちょっとその必要はないかなと今の段階では思ってます今の時点ではねでももしかしたら今日やっぱり大きいケーキを買いたくなって買うかも 死なない、はい、それは分かりません今日の夜決めたいいと思まますあま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 あ,まあ、まあ、とにかく42歳ね42歳になって、えー、何を感じてるかというとまあいい年だなと思いますはい多分僕は毎年毎年自分の誕生日をいい年、ね、いい年になるまあそういうあのー 希望を込めてね祈りを込めて言ってますけどでも実際に42歳ってとてもいい年だと思うんですねえー、まあ確かに若くはないですよ若くはないけどまだ若いし、えー、経験もありますよねはい若すぎないからねあのまだ元気でしょ病気もない、えー、健康的、えー、体力もある元気もある だけどあの経験がありますよね。若すぎないから、まあ、一応42年間生きてきてるので、まあ、大人になってね、まあ、20歳から大人,大人になってからの時間も結構長いですよね。だから、まあ、いろいろなことを経験してるしいろんな人たちを知ってるしあのやっとやっとなんかこうバランスのいい年になってきたなと思います。 やっぱり自分が若すぎた時はまあできないことが多すぎたいろいろな理由からねあのやっぱり人のネットワークがない人を知らないねそしてなんかやり方もわからないお金も全然ないまあそういう時はちょっと終わって、えー、今はなんかこうやりたいことがあればあの助けてもらえる人たちがいたり。 えー、自分でもあのいろんなアイデアがある、ね、そしてスキルもある、えー、元気もある、ね、なかなかいい年だと思いますよだから42歳今年これから1年間頑張っていきますので皆さんも引き続き応援をよろしくお願いします、はい、一緒に頑張っていきましょうというわけで、あのー、僕はいい一日を過ごしたいと思うので皆さんも いいいい日を過ごしてくださいいつもと同じようにね誕生日だからといって、えー、何も変わりませんいい一日を今日も過ごすだけですねというわけで「チャオチャオアスタレゴ」またねまたねまたねいつもありがとうございます。